どうも、ガイチです。あ、着てるもん一緒でバレちゃうか。ね、日本撮りしてます。いいじゃん、日本撮りしたって。って、誰に言ってんだろうね。はい。続きますよ、工具紹介。飽きないでね。この間、一番最初は、てっぺんと、1段目。ね。昨日は、2段目。前回は2段目。3段目。今日は、4段目、5段目で、この、一番、こっちか、この、一番でかい、ツールボックスのトップの小さいやつ。真ん中の中ぐらいのやつ。下のでかいやつありますね。あんまこっちはね、まあまあ入ってる。で、奥にある。こっちね、ちょっとね、高めなっておかしいけど、よく使う。ラチェット類とかね、あるんで。まあ、そのぐらい見てってくださいよ。かな。ってな感じで、今日もお付き合い、お願いします。どこだっけ？トップ1、2、3、4段目。ほら、じゃらーん。映ってる4段目。ここはね、ハンドソーだね。そう。切るもの。毛がくもの。こう、毛がきね、毛がき。広げるもの、そこの段ですね。まあなんつっても刃はこれですよ。これレイノックスが切れる、鉄切るならレイノックスで、レイノックス用に、あ、これちゃん使ってる感じがあるね、こうあ、これもレイノックスのやつだ。レイノックス、これ切れるよね。こうね、日本式だからね、あくまでも付け方は日本式につけてから引くときに切れます。これ何切ったかっていうと、まあ、昔ね、まあ、まだ言ってないけど、バイクやってた頃はハンドルの長さを、あれ本当にね、1ミリとまでは言わないけど5ミリ切るとだいぶこのブレが違うのよ。まあ俺がやってたのはモトクロスってやつだけどね。それでまあ買うたんびそのハンドルの形状も違うから、それによってこれで何回も切ってたの。これ辛い。でもこれやるとき必須なもの、これ名前なんつうんだ、合わせ技、あ、パーク2のやつね。うつ、スレッダーレスっていうの、おい、さ、パーク2で USA だもんね。要はこのガイドよ、わかる？ハンドルのこのガイド、ここにこうパイプを入れてキュッキュッキュッと締めると、ここにほらわかるかな、間が空いてんのね。で、ここに刃を入れて、こうやってザクザクザクって切ると、私みたいな武器っちゃでもまっすぐ、ほぼまっすぐ切れるという。これパーク2のね、ガイドね。それで、あ、これもちょっとね、一時期いいかなと思って、まあ、バーコ。このオレンジ色のバーコ好きだ。これやったね。ね、バーコ。で、これで切るんだけど、まあ、こっちの方が早いね。もっと薄い材の丸いやつを切るときはこれ。パイプカッター。パイプカッターじゃないよ。パイプカッターね。これをこう、ここでこうやっていくと、このパイプの径に合わせてやって、これでぐーりっぐーりっぐーり、下までギュッてやって、ぐーりっぐーりってやると、ポンとパイプが切る。パイプカッター。あ、高いね。買えば588円もするよ。あ、でもパイプカッター、これもいいです。さあ、これ切るもの。んね。それで次、毛書き。毛書きってのは、だからこう、金属にこう、印つけて、キッキッって線引いてさ、ピッピッって線引いて、そこ目印にしたりとか。あとは、はぁ、はつるわけじゃないけど、こう、パイプを切るとさ、中にバリっつって、こう、金属のこう、小さいこう、出っ張りじゃないけどね。あ、あれよ。ナイフ研いだ時にこっちに出るでしょ、返し。あれと同じでこう金属に対してこう薄くなったこう細かいバリっていうのがあるのよ。それパイプの中にバリがあると中で指突っ込んだりはしないけど怪我するんでしょ。それ取るやつ、これ、これこうやってね、クリ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 ってやるとバリが取れんだ。宝山 K35 これです。これ、ここに刃がついてるだけなんだけど、わかるかな、こんな刃なんだけど、これでここ回る、ちょっと危ないからつけるよ。ここ回るだけなんだけど、これでグリ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 ってやると、なぜか取れんですね。
宝山優秀、中に貝板が入ってる音かな、これ。そうそう、これはそうね。あとはもうみんなこれピッキングツール、あ、ピッキングツールだよな、毛書き。そう、いろんなね、例えばあるのよ、タイヤにね、の溝にはまった石取ったりとか、いろいろ使うから買ったのね。でかいのもあるけど、これあ、青いの結構いっぱいあるの、これ。うわ、こんな高いのいっぱい買っちゃったよ。これは水質ツールですね。水質ツールのこういう形の毛書き。ねえ。水質ツールいっぱいあるな。あららら、これセットで買ったんだっけな。まあ、いろいろあるわけよ。この先の形によってね。あ、こっち、あ、高いやつが落っこっちゃった。ちょっと待って。危ない。撮影中に取りに行くぞ。危ない。ねえ、錆びちゃうじゃん。失礼いたしました。なかった。ああ、これはこれはラジコン屋さんでたまたま見つけて買ったんだな。なんかいい感じでしょ、これ。これね、確かね、ここがなんか取れんだよな、忘れちゃったな。そうそうそう、あ、これがだから、まあなんか切りじゃねえや、なんて言うんだろうね、普段使うやつはね、あれ布の時使うやつだな。まあ、それでちょっとネットで見つけてね、デザインがいいなと思って買っちゃいました。これはまあスクレーパーと、まあね、その書くやつがあるんで、毛書き用があるんだけど、ここが良くない、ここが、このねじりが。刃物屋さんで見て買っちゃったのよね。これなんかいい感じです。さあ、そんなもんですかね、ここあんまり長けたら飽きちゃうね。あとだから、そのもっと太い系のパイプとか、穴を広げるね、テーパーって言うんだけど、テーパーリーマーって言うんだけど、手でグリ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 やるやつ、これ。これ使ってんのよ、何回も。ね、これ、グリ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 ってやっていくやつね。この段はそんな感じですか？あ、閉まんなかった。しっかりやんないと閉まんないんだよね。これで閉まるかな？どうかな？あ、もう一段ぐらい？次、あ、やっとこうぐらしくなってきました。次。もう下全然関係ないね、今日。じゃらーん。ここはクランプ系だね。挟むやつ。まずこれ、ワイズグリップ。ね。ワイズグリップ。これ色見たことあるんでしょ？これここに挟んで、こうガッチャンって一回やると、もうこれは取れない。ワイズグリップ。一個。ね、種類、大きさが違うのよ。二個。ね、あ、危ない、危ない、ちゃう。ね。3個、4個、これみんないるんだ、大きさによって。で、先の形状が違う時の、もっと細い板を掴む時のワイズグリップ、うん、これは必要そして、まあこの後でやるけど、ネジザウルスっていうね、あのシリーズがあって、そこのこっちもいいかなと。ネジザウルス、ワイズグリップ、あ、いいっすよね、え、使いたい。で、まあ、ついでにネジザウルスの、これがいくよ、これ。これ、ウォーターポンプレンチになるのかな？ネジザウルスのウォーターポンプレンチ。こんなのも出したのかと思って買っちゃいました。これ、ね、これこうやって、こう、こう、こうやって、でっかいの。こうやって小さい。ね。パイプとかですか。ウォーターポンプレンチといえば、クニペックス！コブラ！ね。出るよ、クニペックス。これはいい。これもうね、抜群のあれだよね、ホールド力ですね、クリペックス、ね、ちょっとあの動きが違う、色違いで、もうちょい長いやつ、クリペックス、うん、いいのよ、本当に。これ一度使うとやっぱりね、やめらんない、ね、これ、あ、ここにもあった、クリペックス、ね、ガンって全然大丈夫で、ホールドするところがこう、なんだっけこれ、あ、ストッパーがついてんだね、ここにね、こうやってね、おお、クリペックス、いいね、クリペックス、だ、こっちはちゃう、クリペックス、これいいよ、こっちやっときゃしまうのか、オッケーオッケー。そしてこれはなんか電工用のクリペックスだね、また種類がちょっと小さめのクリペックスでも、クニペックス、ん？書いてあるね、クニペックス、これはいい。そして、あ、
ごめんなさい。そして、ウルトね。ウルスじゃない。ウルト。ここのとこ、私が怒ってる。ウルト。ゼブラ。パイプレンチ。あったかい位置を買っちゃいました。ウルト。いいね。このデザインがいいね。ゼブラという一番上の機種に与えられたゼブラデザイン。ウルト。ってな感じのがあって、これはね、あれだね。優しく掴むっていうから買ったんだけど、ロボグリップ。あ、SK11 か。あれだ。ロブスターやってるとこだね。まあ、それはそのうち。これも、こう、使うやつね。ちょっと、優しくなったりする。まあ、小さいのもあったから買ったけど。痛いな、感じ。これ、使わねえとな。って感じで、今日も、ちょっといっぱい飲んでいい。今日は下のカメラ全然使えませんでしたが、どうでしょうか。老眼鏡を外してこんな感じで間に別の入れますからね、飽きないで見てくださいよ。工具ね、やっぱりね、素晴らしい工具はね、手に馴染むしフィットするし、なんかね、やっぱり使ってて人間工学とか難しいことはわからないけども、すごくね、いい感じですよ。で、長持ちするし、一生もんだからね。誰に言ってるのか分かんないけど、てな感じで、サブスクライブプリーズ、登録お願いいたします。評価の方も待ってますよ。コメント楽しみにしてます。それではどうも、ガイチでした。チーズ。